皆さん、こんにちは。日本のアイドルといえばジャニーズ事務所です。ジャニーズといえば、ダンスや歌をステージ上で披露し、華やかなイメージですね。そんなジャニーズで、ベッド写真が流出した11人について調べてみました。元彼女であったり、一夜限りで遊んだ女性から、写真を暴露されることはよくあることです。写真が流出したことで、大打撃を受けた人も多くいます。そんな、11人のジャニーズタレントのベッド写真が流出した経緯を紹介していきます。ストーンズ田中樹さん。田中樹さんはインスタグラムの女性ユーザーからベッド写真などのプライベート画像が流出しました。ベッドで寝ている写真だけでなく、中華料理を女性の部屋で食事をしている写真が出回っています。髪色を変えた、閉じ撮りしたと思われるスクリーンショット画像まで流出したのです。 K-POP アイドルなどでも合成写真が広まることがあるため、本当に本人の画像なのか疑惑が持たれている部分があります。女性ユーザーが投稿した写真もストーンズでデビューする前のものである可能性が高いのです。女性ユーザーは懐かしいなと思っただけだからごめんと明かしているため、過去の出来事であるようです。過去のことなので炎上騒ぎとまではいきませんでした。女性ユーザーは現在でもインスタグラムのプロフィールを公開しています。ファンは女性ユーザーの自己顕示欲の強さに呆れているようです。お兄さんである元カトゥーンの田中聖さんがかなりの問題児であったため、弟もそうなのかと思われないように頑張ってほしいですね。なにわ男子高橋恭平さん。高橋恭平さんは2022年9月にツイッターでベッド写真が流出しました。写真はシーツにくるまれた男性が写っており、顔の部分に OMG というスタンプが押されていました。ジャニーズジュニアの公式サイトの動画で高橋恭平さんが着ていたトップスが同じ服であることや、右耳の下にほくろがある点が一致しています。そのため本人の可能性が高いのです。2021年の11月になにわ男子のデビュー直前に高橋恭平さんらしき男性のプライベート写真が流出しました。高橋恭平さんと関わりのあった女性がインスタグラムに投稿したのではないかとされています。高橋恭平さんらしき男性がベッドで寝ている写真が複数あったそうです。左手薬指にほくろがある点が高橋恭平さんと一致しています。ファンからは写真を流出させるような相手ならろくな女ではないという声が多く、高橋恭平さんを擁護する意見がほとんどです。なにわ男子はまだこれから活躍が期待されるグループなので、行動には気をつけてほしいですね。関ジャニ∞大倉忠義さん。大倉忠義さんは2018年7月にクラブの女性を口説き、下だけ脱がせて直後に寝てしまったそうです。翌朝起きてもそっけない態度を取られ、早く帰ってほしいような反応しかなかったとのことです。間接的に聞いたように記事が書かれていることが多いですが、写真を流出させているのは関係を持った女性といるケースが大半とされています。謝礼欲しさで週刊誌に売り込む人もいますが、一夜限りとはいえ存在に扱われた腹いせに流出させたとも考えられます。大倉忠義さんがお酒を飲むと寝てしまう癖があるのは有名な話です。いいムードになるのかと思いきや寝てしまったのですから拍子抜けですよね。30歳を超えた大人なんだから、女性と遊ぶならうまくやればいいのにと思われているようです。ニュース小山慶一郎さん。小山慶一郎さんは2014年に交際していた元レースクイーンの女性から寝顔の写真とともに性生活までバラされてしまいました。小山慶一郎さんと女性が出会ったのは2009年の秋頃で、都内の会員制のカラオケバーだったそうです。連絡先を交換し舞台に招待されるなど親交を深めていきました。飲み会の後お酒の勢いでそのまま男女の関係になったそうです。3年ほど交際しましたが、急に連絡が取れなくなってしまいました。女性は小山慶一郎さんのことを恨んでいないと話し、区切りをつけるために全てを話すことにしたと語っています。当時
小山慶一郎さんは日本テレビで放送されているニュースエブリィでキャスターを務めていました。高学歴と誠実さを売りにしていただけに、ベッド写真の流出は大きなイメージダウンの要因となっています。ニュース加藤茂明さん。加藤茂明さんは2013年に読者モデルもしていたキャバクラ嬢とのベッド写真が流出しました。加藤茂明さんが女性を膝枕している写真と寝顔写真の2点です。ジャニーズ関係の集まりがあったクラブでお持ち帰りされたといいます。この女性はお持ち帰りされる前にニュースのメンバーの小山慶一郎さんとクラブのトイレで関係を持っていたそうです。問題行動の多いグループだけに慎重に行動していたのかもしれませんが、女遊びの写真が流出して落ち込んでいるのではないかと言われています。ニュースの再始動が軌道に乗り始め、10周年のコンサートが終わった矢先の出来事だったようです。気が緩んだ矢先にやらかしたということでしょうね。キスマイフット2、北山宏光さん。北山宏光さんは2010年に黒木メイサさんとのツーショット写真が流出しました。六本木のバーでスタッフの誕生日パーティーが行われ、北山宏光さんと黒木メイサさんはくっついて腰や肩に手を回して髪を撫でていたそうです。写真は黒木メイサさんが北山宏光さんが酔って寝ている時に撮ったのではとされています。流出したのは黒木メイサさんと元カトゥーンの赤西仁さんの共通の友人が2人を別れさせるためにわざと流出させた可能性があるのです。黒木メイサさんは北山宏光さんとの写真を周囲に見せびらかしており、その中には赤西仁さんのファンもいました。黒木メイサさんが赤西仁さんとできちゃった婚したことを妬んでいたとも考えられます。トーストによると身につけているアクセサリーが他の写真でも確認できるため写真が本物だと報じています。とんだとバッチリおくらいかわいそうな気もしますね。キスマイフット2、宮田俊也さん。宮田俊也さんは飲食店勤務の女性 A さんとのベッド写真が流出しました。2013年の7月にジャニーズの佐久間大介さんと一緒に A さんのいる飲食店を訪れたのを機に連絡先を交換し男女の関係になりました。 A さんは警戒されないようにジャニーズファンであることを隠していたそうです。宮田俊也さんはそのことを知らずにキスマイフット2のメンバーであることを明かしました。 A さんと関係を持ったのは1回だけです。 A さんには普段はキスマイフット2の他のメンバーに会いたいと近寄ってくる人ばかりだからと自虐的に語っていたそうです。その後 A さんの目当てが玉森裕太さんであったことが分かり、女運がないという称号がついてしまいました。嵐二宮和也さん。二宮和也さんは2003年に女優の椎名紀子さんとのベッド写真が流出しました。二宮和也さんと椎名紀子さんは2000年にフジテレビで放送された涙を拭いてで共演しています。2001年にはデート写真が流出し、仕事一筋で頑張ると謝罪しました。しかし2003年に2度目の写真流出が起きてしまいます。1回目の写真よりも衝撃的だったため2人は別れることになりました。写真が流出したきっかけは二宮和也さんが携帯電話を落としてしまった時、偶然拾った人がバラしてしまったそうです。美少年金指一世さん。ことの発端は12日頃、一般女性との交際を匂わせる金指一世さんのベッド写真が SNS で拡散され、コンサートでその女性に向けたファンサービスを行っていたとする2人の会話音声も流出しました。15日頃には那須雄登さんが5、6年前にシュークリームを東京帝国劇場の楽屋の壁に投げつけ、佐藤龍我さんが撮影した動画が広まりました。当該の3人はまず関係者やファンに謝罪しました。金指さんは皆様を裏切るようなことは二度としないと肝に銘じ、誠心誠意お仕事に向き合い精進いたしますと約束しました。那須さんは食べ物を投げるというはずべき行動をとってしまったと後悔し、大切なメンバーの顔に泥を塗ってしまった
信頼を少しでも取り戻せるように努めてまいります、と陳謝しました。佐藤さんは、皆様に恩返しができるよう全身全霊で歩んでいきます、と猛省しました。ジャニーズジュニア松本幸太さん、ニュースサイト週刊文春デジタルによって、モデル風美女との自宅お泊まりデートが報じられ、ベッド写真まで流出したジャニーズジュニアの松本幸太さん、ネット上では退所も時間の問題、所属グループは解散しそうと声が上がっており、処分が下されるのも時間の問題だと戦々恐々としているファンが多いようです。松本さんは数ヶ月前まで、今回報じられた女性とは別の A 子という女性と 3,4 ヶ月ほど関係を持っていたようで、昨年12月に友人主催の忘年会で A 子と鉢合わせた際、一緒にいた他の女性に、あいつは俺のストーカーなんだよと吹き込むなど、ひどい対応をしていたそうです。ハイハイジェッツ橋本涼さん、佐久間龍斗さん、2019年9月3日、橋本さんと佐久間さんと思われる男がそれぞれベッドで横たわる写真が投稿されました。橋本さんの横で寝ている女性が、その日の夜に、今度は佐久間とやったのと友人と電話で話す真偽不明の音源もツイッターにアップされ、大量拡散される事態になりました。また佐久間さんの方は一人で写っているものの、顔をあからめており、未成年飲酒疑惑が持ち上がっていたそうです。ネット上では、そんなプロ意識ないやつ、ジャニーズに入らない、佐久間は過去に未成年飲酒喫煙をして退所した人たちのこと知らないの、あなたたちを支え応援してることをどうお考えですか、と怒りのコメントが殺到し、大炎上となっていたそうです。プライベートは自由だと思いますが、あまりファンをがっかりさせるような行動は控えてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。